民数記第19章。主はモーセとアロンに告げて仰せられた。主が命じて仰せられた教えの定めはこうである。イスラエル人に言い、傷がなく、まだくびきの置かれたことのない、完全な赤い目牛を、あなたのところに引いてこさせよ。あなた方は、それを採しエルアザルに渡せ。彼はそれを、宿営の外に引き出し、彼の前でほふれ。 祭子エルアザルは指でその血を取り、会見の天幕の正面に向かって、この血を七度振りかけよ。その目牛は彼の目の前で焼け、その皮、肉、血を、そのお物と共に焼かなければならない。祭子は杉の木とひそプと、黄色の糸を取り、それを目牛の焼けている中に投げ入れる。祭子はその衣服を洗い、その体に水を浴びよ。その後、 宿泳に入ることができる。しかしその妻子は夕方まで汚れる。それを焼いた者も、その衣服を水で洗い、体に水を浴びなければならない。しかし彼も夕方まで汚れる。身の清い人がその目牛の灰を集め、宿泳の外の清いところに置き、イスラエル人の回収のため、汚れを清める水を作るために、それを保存しておく。これは罪の清めのためである。 この目牛の灰を集めた者もその衣服を洗う。彼は夕方まで穢れる。これはイスラエル人にも、あなた方の間の在留異国人にも永遠の掟き手となる。どのような人の死体にでも触れる者は七日間穢れる。その者は三日目と七日目に穢れを清める水で罪の身を清め、清くならなければならない。三日目と七日目に罪の身を清めないなら、 清くなることはできない。すべて死んだ人の遺体に触れ、罪の身を清めない者は誰でも、主の幕屋を汚す。その者は、イスラエルから断ち切られる。その者は、汚れを清める水がふりかけられていないので、汚れており、その汚れがなお、その者にあるからである。人が天幕の中で死んだ場合の教えは、次の通りである。その天幕に入る者と、 その天幕の中にいるものは皆7日間穢れる。蓋をしていない口の開いた器も皆穢れる。また、野外で剣で刺し殺されたものや死人や人の骨や墓に触れるものは皆7日間穢れる。このがれた者のためには罪の清めのために焼いた灰を取り器に入れてそれに湧き水を加える。身の清い人がひそを取ってこの水に浸し、 それを天幕とすべての器とそこにいたものとまた骨や刺し殺されたものや死人や墓に触れたものとの上に振りかける。身の清い人がそれを穢れたものに三日目と七日目に振りかければそのものは七日目に罪を清められる。そのものは衣服を洗い水を浴びる。そのものは夕方には清くなる。穢れた者が 罪の身を清めなければ、その者は集会の中から断ち切られる。その者は主の聖女を怪我したからである。汚れを清める水がその者に振りかけられなかったので、その者は汚れている。これは彼らに対する永遠の起きとなる。汚れを清める水を振りかけた者は、その衣服を洗わなければならない。汚れを清める水に触れた者は、夕方まで汚れる。汚れた者が触れる者は、 何でもがれる。そのものに触れたものも夕方までがれる。